ボクシングと、沖縄拳法空手を、練習しています、本田孝之と申します。今日は、パンチとプッシュを組み合わせ、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、日本拳法自由会 2.1 流剣術東京支部あとアカデミーアザに所属しています左善丸でございます。今日はこの格好も含めていろいろ実験していこうかなと思ってますのでよろしくお願いします。おっす。さあ第57試合上段突きあり実践ルールでございます。本田孝之選手 VS 左善丸選手の試合、こちらも見どころありますね。はい、本田選手はボクシングと沖縄拳法空手ですね。もうパンチ力はものすごいものがあります。はい、善丸選手ねいろいろやってるんでね、日本拳法とかですね、三歩とかですね、二点一流という剣術とかですね、いろんなことやってますね。ザ・武道ですね。はい、さあ赤がこちら善丸選手、そして白が本田選手。おお、左善丸選手の、うわー、すごいお互いいいパンチやってきますね。お、本田選手もさあ続行です。善丸選手もパンチ力がある、うん、波動拳ですね。波動拳ですよね、本当に。さあ本田選手の突進力もあるぞ。おお、左波の波動でね、威力を出していく波動拳っていうのが得意技ですね。はい、本田選手は日本拳法特有の突きの打ち方、それに対して、本田選手はボクシングに沖縄拳法を混ぜたね、威力のある突きを打っていきますね。ミックスです。ジャブで距離を取って、おお、左選手のこのパンチも掴んで、ここからさあお互い実力派同士の戦いです。おお、これ今のはインローになるんですか。足払い、ね、足払いですね。武術ではね、足を上げるって行為は非常に危険なので、筋的を晒したりとかバランスを崩すので、はい、だから膝より下もしくは骨盤より下をね、はい、蹴るってことはよくありますね。なるほど、本田選手もしっかり構えているぞ。お、左選手のフック、本田選手が、おお、ここで試合終了。さあここで判定です。さあ勝つのはどちら。お、これは赤、善丸選手の勝利です。お互いパンチをね交錯したいい試合でした。いや、レベルの高い試合でした。ですね。